しげしげチャンネル。どうも、しげしげです。本日も無課金サブサブ赤コラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日は、聴覚生をしたいと思います。正月リーチェですね。先日転生、超転生インドラはスキブプラスにすることができたので、今度正月リーチェを一旦、第1希望悪魔キラー、第2希望操作負荷耐性ぐらいの感じでちょっと狙っていきたいなと思います。あ、でも操作負荷耐性あれか、結局アルジェと組んだらアルジェが素で持ってるから、変身後持ってるから、キラーのどっちか、もしくは L 字かな。うん、それ狙っていきたいと思うんですけれども、私プラスがカツカツで23しかないんですよ。じゃあどうするのかっていうとですね、私レーダーをコツコツやっておりまして、これね、皆さんやってない方いたらぜひレーダーはやった方がいいです。コツ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 、朝と晩だけでもいいんで、とりあえずログインしてサーチしてドロップ集めてって感じでやるべきだと思います。プラスめちゃくちゃもらえます。はい、とりあえずゼウス降臨2つ、ヘラ降臨2つもらったので、今日これを初挑戦していきたいなと思います。まずはゼウス降臨からいきましょう。さあ行くぞ。はい、アルジェメノアです。やっていきます。一回威嚇通ったっけ。あ、通るね。通ればだいぶ余裕あるよ。で、これ初ターンでインドラ使ってもいいんじゃないって言われたので使っていきます。で、適当に1コンボとかでいいんですけど、これでスキルを止めます。で、一発受けようか。受けれるでしょ。あ、オッケーオッケー。で、ここまでやってあと1です。だからこのオーディンのところを、転生オーディン完成、転生オデドラか、完成したら、プラススキブ2になってるんで、今一発食らう必要もなく変身することができます。うわー、ついにそこまで来たな。ただ転生オーディンに関しては、前回の動画にコメントくださった方ありがとうございます。あのね、まだ今日もアースドラゴン、ジェネレートアースドラゴンが落ちるところがね、落ちる降臨が来てないので、はい、一旦今日はこれをやってますっていう感じです。アースドラゴンが落ちるダンジョンが来たら、もう落ちるまでそこ周回して、もう最速で真っ先に優先度高めで、あ、待って、あるじ変身してないんだけど、貯めても変身するの忘れるっていう、この壊滅的な記憶力。あ、でも普通に抜けるんだな。このゼウス降臨297のやつもさ、出た時はなんか一瞬難しかったけど、もうさすがに全然時代は変わったか。なんかボスの前でさ、ロクロックとかさ、お邪魔ロックとかしてきてさ、で盤面次第では全然ワンパンできないみたいなのあったと思うんですけど、まあそれ昔の話か。結構感覚ずれてるんだよな。感覚がずれてるというか、なんかこういろんなことやってると、そのパズドラの進歩についていけてない、いけてるようでいけてないっていうのがあるんだろうな。で、この次ワンメンロックでしょ確か。まあでも奇跡的にお邪魔2個しかないし、盤面割といいので、木の L 入れてワンパンか。あ、木53あると思ってた、なかった。はい、これでいくでしょう。いったね、オッケー。そしたらじゃあヘラの297ポリンいきましょう。やるじゃないか。でも聴覚生の本当に大変なところが、こうやってしっかりダンジョンクリアして、クリアしたりしてプラス集めるじゃないですか。そのね、苦労をね、一撃で吹き飛ばす場合があるんですよ。僕が直近でメインアカウントの超転生ホルスの聴覚生をね、雲耐性から操作負荷耐性にしたかった瞬間があって、ちょっとね、聴覚生挑戦してみるかと思って突っ込んだら、プラス6000飛んで雲に戻ってくる、雲耐性に戻ってくるっていう、もうなんかやべえことが起きました。まあきっとあるあるなんだと思うんですけど、その超転生とかなってくると5択とかの可能性があるじゃないですか。まあ、2回目以降は4択かなんですけど、聴覚生のシステムね、なかなか厳しいよね。まあメインアカウントだからさ、それも、まあ超プラスのダンジョンとかをさ、石使ってガンガン
スタミナ回復しながら回れるんで、まだシゲパズとかに比べたら全然いいんですけど、このね無課金アカウントでねそれが起こってくるとね結構やばいんですよ。耐えられない、そんな地獄耐えられない。だってそのプラスがあればさ、他のキャラにプラスも触れるわけでさ、もちろんシゲパズに習ってじゃないですけど、このアカウントもガンガン一定強いパーティー組めたらガンガンいろんなキャラ育成していくんで、もちろんその分のねプラスもしたいわけじゃないですか。あー、エル組めてない。でも抜けるか、さすがに抜けなかった、舐めてた、危な。そしたらあと1だ、一応威嚇とか。いや、撃たなくてよかったな、絶対撃たなくてよかった。はい、変身。あ、ヴィーナスで指うがいしてくるわ、そこでよかったわ。謎の取り返し。まあ僕はよく取られたら取り返すタイプの人間なんで、ちょっとまあ何の話かわかんないですけど、やられたらやり返す倍返しだの精神は忘れたくないですね。指奪われた、2秒減った、 9.5 秒。あ、全然最高だよこのパーティー本当に。もう何が最高かって、あの時メノアが引けていてよかった、あの時正月リーチが引けてよかった、あの時あの100連の中で超転生インドラ、違うインドラが引けてよかった。もう全てが運命かのように回り出していきます。そこがね楽しいよね。だって無課金でさ、まあそれもシゲパズと同じ話なんですけど、無課金でさコツコツ毎日やっていきます、いろんなイベントのたびにいろいろやっていきますってなって、いつかさそれがさ、その時引いてたキャラとあの時引いてたキャラと今日引いたキャラが噛み合うっていう瞬間があるんですよね。なんかね、そう、もう奇跡以外の何もでもないんですけど、そういう瞬間があるから楽しいよね、パズドラっていうか、まあこういう縛りの中でプレイしてるゲーム、まあパズドラ、そういうのいいっすよ。皆さんもどうですか縛りプレイ。指が、あー L、 はい。でここのダンジョンで一応気をつけなきゃいけないのが、この間ね僕がねメインアカウントでミッキー&フレンズでプラスでも回収するかと思って適当に組んであったミッキー&フレンズパーティーで行ったら、ここでね割合がっつり食らって、そのリーダースキルに軽減ついてないじゃないですか、がっつり食らって回復しきれずに次の部屋で負けるっていうのも普通にあったんで、まあリーダースキルとかねスキルでちゃんと制限貼ってあげれば安心、間違いなし、間違いなしで勝てます。 OK。 まあだから本当に普段使いのメノアアルジェの優秀さがすごい。なんならもうこのアカウントメノアアルジェ縛りでいいんじゃないかって思うぐらい。あ、でもそれだとちょっと裏劣化が大変なことになってくる。あそこのねマイネクロネの流れとかね、しっかりスキルで対策してあげないと。はい、そんな感じで勝ちました。やるじゃないかということで、まあベラ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 喋ってきましたけれども、本命はここからです。正月リーチェに一発で悪魔キラーがついたら、ついたらついたら嬉しいな、つけましょう、頼む、信じてる、信じてるぞ正月リーチェ、頼む頼む正月リーチェ、頼む悪魔キラー、悪魔、天才なんだけど、最高だよ正月リーチェさんよ、あんたは最高だ。5分の1一発で引いた、えら、これは。じゃあメノア聴覚性つけてあげよっか、コンボ強化でいいかな、コンボ強化もしくは L、 これも一発で、まあこれもね5分の、希望は2あるんで5分の2引けばいいんで。実況者の中で一番聴覚性楽しんでる気がする。いきましょう、はい、コンボ強化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 、
戻れ。あー、ウェイか。ウェイはあんまりいらないな。でも今アシストしてる武器と合わせるとウェイ2個っていうね。うん、まあいつかまたプラスが集まったらコンボ強化トライするのと、あとはオーディンですよね。転生オーディン、オデドラが完成したらそれの超覚醒も、これでスキブプラスにしてスキブ4にしなきゃいけないので、これに向けてもちょっとプラス取っとかなきゃいけないというところで、本日は以上です。無課金サブサブアカのプラス事情でした。はい、ということで、皆さんぜひねレーダーはやるようにしましょう。本日は以上です。さよなら。